おはようございます。おはようございます。来ました。一口講習の日。誰も待ってない一口講習の日。普通ね、まあ車の免許取った方とかはもう教習所でやることなんですけど、僕は原付しかないので、なんか原付ってやっぱ免許とあんま見なされてないちょっと風潮があって、バイクで一発撮りで取った人はもうやっぱ一口講習受けてない。っていう人はここでね、これも教習所です。教習所でね受けないといけないみたいな。なんか運転3時間応急救護3時間の6時間でどんなことすんのかなみたいなんで、一応事前に YouTube とかで調べたんですけど、取得時講習に関してはもうほぼ何にも出てこないです。だからなんていうんですかね、こんなことする人いないでしょうね。だからあんまり大体みんな車取ってますから、それはもう事前にやってますから皆さん。今回ね、仲間とはねカメラ入れないんで、また絵でどんな感じか長めになるかもですけど、雰囲気だけでもちょっと伝えれたらなと思ってますんで、お願いします。もう時間なんで行ってきます。お疲れ様です。もうね始まる時は朝やったんですけど、やっぱ取得時講習と応急救護で6時間経ってるんでもう夜になってしまいました。でもやりましたよ本当に。これです。もうちゃんと、これを運転免許センター鮫洲に持っていけばもう免許交付晴れて小型二輪 AT 取得っていうことになりますんで、いや良かったです本当に。いやだいぶ大変でしたよ。取得時講習で3時間あるんですけど、まず最初の1時間がまあ3人おったんですよ。年上の人とまあ同世代ぐらいの、もう両方男の人ですけど、ほんで1時間目があれめっちゃ楽しかったです。シミュレーションゲームじゃないですけど、よくゲーセンとかにあるバイクみたいなんでこうまたがって普通の道路走るんですよ。ほんなら危険なことしか起こらないです。おじいちゃんがめっちゃ出てきたりとか、道路に車が急に突っ込んできたりとか、そんなんを予測して安全運転するみたいな。でそんなんがあって、2時間目、2人乗りもできることになったんで、2人乗りのなんか VTR みたいなの見させられて、で3時間目がもう実技ですね。教習の試験とかで運転してたようなことのもっとこうなんですかね、こうした方がいいですよみたいな。めちゃめちゃ充実した3時間やったんですけど、ただね
1時間目のそのシミュレーションするバイクのやつでなんか時間余ってもったんですよ。でこれ3時間ちゃんと受けなダメなんで、時間余ってもなんか時間潰さんとダメなんですよ。なんかその時に教官がね、フリートークじゃないですけどなんか3人よって、まあ、教官あるんで4人ですわ。なんかいろいろプライベートの質問をしてきたんですよね。言ったら一発撮りでみんな通ってきた人なんで、なんで一発撮りになったんですかっていう質問ですよ。僕はやっぱ教習所行ってたのに車の高速の勉強とかシートベルトの勉強するのが嫌やっつってやめた人間なんで、どう言おうかなと思ったんですけど、まあ嘘ついてもしゃあないんで、まあそんな感じで言ったんですよ。ちょっと教習所通ってたんですけどちょっと耐えれなくてやめて一発撮りにしましたって言ったら、なんか全員失笑でして、そのなんか変な雰囲気になって何やこいつはみたいな、あるじゃないですかみたいな感じの笑い方気持ちになったんですけど、ほんで1時間休憩あって、ほんでからなんか応急救護、まあ言うたら AED とか包帯膜とか心臓マッサージとかのやつなんですけど、まあその部屋にね入ったらなんか僕しかおらなかったんですよ。教官が入ってきた時に、あれ一人って言われて、いや一人かどうか僕ちょっとわからないですって言って、あれバイクの免許3人いたでしょみたいな、あ全員あれ出へんのみたいなこと言われて、あ多分出ないんじゃないですか、もうそのまま応急救護なしって言われたような気しますって言ったら、教官が参ったなってはっきり言ったんですよ。いやそのいや参ったなはこっちのセリフですよ、絶対言ったから、参ったなって言ったで、なんか聞いたら結構2人ペアでやるんですって。こんなに1人しかおらんかでけへんみたいなこと言ってて、あなんかちょっと通常は何人ぐらいかなんですか、救急はやっぱ10人ぐらいだと思って、まあまあなんかそんな感じで、3時間たっぷり使って、まあこっちは勉強になったんでいいんですけど、まあ、そんな感じでしたっていうことですねだもう年内にはちょっと冷めず行って写真撮って、で来年鈴鹿にバイク乗って東京に戻ってきますんで、ぜひとよろしくお願いします。ありがとうございます。